日本のダム一覧日本の多目的ダム一覧日本最大の多目的ダム徳山ダム日本の多目的ダム一覧は現在日本で完成または建設が進められている多目的ダムについて一覧としたものであるまた47都道府県における多目的ダム事業の歴史についても解説する 多目的ダムの本論や用語、分類についての解説は多目的ダムの項目を参照のこと。掲載対象は治水及び利水を目的とするダム、及び石である。洪水調節と不特定利水の2つを目的とするダムは治水ダムであるため対象外。ただし、複数の利水目的を有するダムについては掲載する。 ダムの基準は1964年施行の河川法及び1976年施行の河川管理施設、登校増例に基づき高さ15.0メートル以上のものをダムとし、それ以外は席とする。したがって砂防法に基づき建設される砂防園庭は河川法上のダムとはみなされないので、複数の目的を有していても対象からは除外する。 一覧表の順序は五十音順で示す。複数の所在地にまたがるダムについては、財団法人日本ダム協会、ダム便乱及び建設消火選挙区監修、財団法人ダム技術センター編、日本の多目的ダムに順次、河川の源流点から川口、合流点を見た場合におけるダム砂岩の、所在都道府県に掲載する。総貯水容量では、 道内最大の夕張州パロダム北海道最初の多目的ダムは石狩川水系雨流川に1953年完成した高白ダムである。旧農林省による国営農業水利事業と北海道への水力発電事業の共同事業として建設され、利水専用の多目的ダムであった。1961年には農業用ダムとしては、 日本屈指の規模を持つ大夕張ダムが夕張川に建設された。一方、北海道開発庁設置に伴う北海道総合開発計画の一環として、道内最大の河川である石狩川の河川総合開発事業が計画され、その第一弾として、三笠市で石狩川に合流する支流、陸春別川に桂沢ダムが1957年に完成。 治水目的を有する多目的ダムの第一号となった。その後は、旧建設省の直轄事業として石狩川本流の、他空地川、豊平川、伊沢川、小樽内川、中別川に特定多目的ダムが、同営事業として、美梅ダムが1982年に最初に完成した、他、愛別川、流域、夕張川、流域、徳富川流域、 東別側に補助多目的ダムが完成、施行されている。北海道第二の大河、鉄塩川水系では、鉄塩川本流に岩尾内ダムと、支流なよろ川に注ぐサンル川に、サンルダムが、第三の大河、十勝川には、十勝川本流に十勝ダム、支流札内側に、札内川ダムが、オホーツク海に注ぐ、河川に唯一の多目的ダムとして所川にしかの、 小ダムが、日高市町では、猿川にに風谷ダムが、留萌市町では、留萌ダムが、小島半島では、尻ベシと市別川にピリカダムがそれぞれ建設省により、完成。一方、北海道 A では二級河川である厚間川、静内川、諸郎川、小平市部川などの河川に多目的ダムを完成させた。利水専用としては、十勝川にくったりダムが、 電源開発と北海道の共同事業で完成している。完成した多目的ダムの中で最大の規模を有するのは、夕張川に国土交通省が2015年に完成させた夕張、シューパロダムで、人造庫規模が日本第4位という有数の規模となったが、完成に伴い大夕張ダムは水没した。夕張シューパロダム完成以前に、 道内最大規模を有した貢献ダムは、補助多目的ダムとして、日本最大規模、ダムの高さでは引き続き道内最大のダムである。施行中のダムは、ダム再開発事業として実施されている、新桂沢ダムと、ビラトリダムが国直轄事業として存在する。いずれのダムも2009年、前原政治国土交通大臣により、ダム事業見直しが決定されたものの、 いずれも事業継続となっている。また石狩川水系の大河川で最初に河川総合開発に着手しながら治水目的を有するダムが存在しなかった雨流線流域において2000年以降頻発する水害に備えるため北海道電力が管理する雨流第1ダムと雨流第2ダムに治水目的を付加する雨流川ダム再生事業が2018年より 事業に着手している具体的には、雨竜第一ダムでは貯水池であるシュマリナ内湖の容量配分を変更し、治水容量を新設。雨竜第二ダムでは2.4メートルダム本体をかさ上げして貯水池である内湖の容量を増やし、増加分を治水容量に当てるというものである。中止事業としては1961年に赤岩ダムが、 シムカップ村の反対で建設中止したのをはじめ、松倉、白尾井、トマム、県淵フアビラの各ダム事業が中止となっている。青森県青森県最大の多目的ダム、津軽ダム、青森県は日本において早い段階で河川総合開発事業に着手した地方自治体の一つである。岩木川水系や佐世石川に1933年より、 着手された沖浦ダムは日本で最初に着手された多目的ダムである。沖浦ダムは1945年に完成したが、その後1950年の国土総合開発方行に伴い岩木川水系は、都和だ岩木川特定地域総合開発計画の対象地域に指定されたことから岩木川水系の総合開発が計画され1959年。 岩木川本流にメヤダムが建設省によって完成した。以降岩木川支流の各河川に県営の多目的ダムが完成するが、広崎市、黒石など流域の人口増加に伴い治水安全度が低下したことから、沖浦ダム直下に建設省が浅瀬石川ダムを1988年に完成させた。これにより、沖浦ダムは水没し現存しない。 一方、太平洋側に注ぐ河川では、荒井田川に、予想ダムが2004年に完成する。農林水産省による、国営海外排水事業に、青森県が地水、八戸市などが、上水道事業者として参入したものであるが、反対運動が激しく計画発表から完成まで35年を、費やしている。青森県で最大の規模を持つ、多目的ダムは高さ、 早朝水量ともに岩木川の津軽ダムである。津軽ダムは、メアダムの再開発事業であり2016年、完成した。しかし直上流のメアダムは、浅瀬石川ダムにおける、沖浦ダムと同様に水没した。建設中のダム事業は、駒込ダムが、県営事業として施行中であるが、ダム事業見直しにより、奥戸川に計画されていた、奥戸ダムは、 事業中止が決定している。また、小川原湖を多目的ダム化する小川原湖、総合開発事業と中村ダム、磯崎ダムが建設中止になっている。岩手県岩手県で最大の総貯水容量を有する多瀬ダム、岩手県は南北を東北随一の大河、北上川が貫流する。戦前より内務省が 北上川水系の河川開発を実施しこの時に北上川5大ダ,ダム計画が登場する。戦後カスリーニアイオンの両台風が北上川流域に深刻な被害を与えたこと、また戦後の食料、電力不足を解消させるため北上川は隣接するナルセ川水系を包括した地域開発計画である北上特定地域総合開発計画が策定され、 五大ダム計画は強力に推進される。1953年完成の石淵ダムを皮切りに、田瀬、湯田、44殿の各ダムが建設され、1981年の五所ダム完成により五大ダム事業は完結する。一方岩手県営のものとしては、北上川水系では、農林省の国営農業水利事業に、 電気事業者として参画した岩堂ダムの、ほかはやちねダム、入畑ダム、つなどり、ダム、柳川ダムや、太平洋側の二級河川である久慈川水系、森川水系、料理川水系などに多目的ダムを建設している。岩手県最大の多目的ダムは高さでは、伊沢ダム、総貯水容量では多瀬ダムである。伊沢ダムは、石淵ダムの再開発事業であり、 完成に伴い、日本で最初に着手された、ロックフィルダムである、石淵ダムは水没した。事業中のダムとして、国土交通省直轄ダムでは、北上川上流ダム再生事業があり、北上川本流の44電ダムを重ねて、貯水容量を増加させ、五所ダムの貯水容量配分を変更して、治水能力の向上を図る。 なお北本内ダムなどをいくつかのダム事業が中止されている。宮城県宮城県で最大の総貯水容量を有する七河宿ダム、北上川下流に位置する宮城県は古くは、伊達正宗以来北上川の改修が続けられてきた。しかしカスリーナイオン領台風による深刻な被害を、機に北上川全体の総合開発が求められ、 北上特定地域総合開発計画が策定。北上川支流のエアイ川と佐古川が対象となり、ナルコダムや花山ダムなどの多目的ダム群が建設された。また、東北最大の都市である仙台市の人口増加や塩釜市など、沿岸工業地帯拡充による水道供給も課題となり、名取川水系を開発する。 千円特定地域総合開発計画が策定され、大倉ダムや鎌房ダムが完成、その後は部熊川水系に七下宿ダム、七北田川に七北田ダムが建設されて、仙台市の水亀となった。成瀬川水系では、北上川の総合開発と包括して開発が行われ、本流に内野ダムが建設省によって計画され、 その後、県営のダム事業となり1980年に、うるしダムとして完成する。また、洪水被害が頻発する支流の吉田川流域の総合開発が行われ、南川、宮床の両ダムが建設された。宮城県最大の多目的ダムは高さでは、ナルコダム、総貯水容量では、仙台市など、宮城県大半の水亀として利用されている。 七日宿ダムである。宮城県のダムの中で特色のあるダムとしては、自然の故障である長沼をダム化した長沼ダムがある。この長沼ダムは日本では、兵庫県の石井ダムと、東ダムしか有しないレクリエーション目的がある。宮城県想定場が長沼に設置されているため、ボート競技の水位時を目的とする。事業中止のダムとしては、新月ダムなどがある。 また、ナルセ川支流の田川を中心にした総合開発計画である、ナルセ川総合開発事業であるが、当初は、田川に、田川第一、田川第二の二ダムを建設する計画だったが、田川第二ダムは中止となり、田川第一ダムを田川ダムに名称変更して、事業を継続していた。しかし、ダム事業再検証対象となり再検証が行われた結果、 同時期に、宮城県が、同じなる瀬川の支流、筒津砂子川に計画し、やはり再検証対象となっていた、津砂子ダムと事業を統合し、津砂子ダムの規模拡大と、季節漆沢ダムの治水専用ダム変更を軸とした、大替案が、費用対効果に優れるという結論に達した。これにより、県営としての津津砂子ダム事業は中止。 鳴瀬川総合開発事業自体は事業継続とされたが、田川ダムは統合拡大された新津津砂子ダム計画に吸収されて田川におけるダム計画は消滅し、今後は津津砂子ダムから名称を改めた鳴瀬川ダムと漆沢ダム再開発を両輪とする鳴瀬川総合開発として再出発することになった。なお大倉ダムは建設省により特定。 多目的ダムとして施行されたが、完成後は、宮城県に管理が移管されている。また、鎌房ダムの人造湖である、鎌房湖は、故障水質保全特別措置法に、人造湖では唯一指定されており、厳重な水質管理が行われている。荒戸沢ダムは、岩手宮城内陸地震で、ダム湖畔が大規模な山腹崩壊を起こし湖に、大量の土砂が流入。 現在対策が講じられている。秋田県秋田県最大の多目的ダム、玉川ダム日本における多目的ダム事業の発案者である、物ノノベオサの出身地である、秋田県では、戦前より水力発電と玉川独水解消を目的とした玉川火水統制事業が1938年より実施されていたが、地水を中心とした河川総合開発事業は、 終戦後、小物川水系と米城川水系で行われた。1950年の国土総合開発法制定以降、東北地方の他県と同様に、秋田県においても両水系を一括したアニタザは特定地域総合開発計画が発足する。小物川、米城川とも本流にダム建設可能な地点がないことから、主要な支流に多目的ダムを建設して、 地水と考え、水力発電を行う方針とした。尾物川水系では建設省が中心となり多摩川の、他役内川、水瀬川と支流の成瀬川に4カ所のダムを、米城川水系では、最大の支流である兄川流域に2カ所のダムを、建設する計画を立てた。この計画により完成したダムとして鎧畑ダム、水瀬ダム、森吉ダム、萩形ダムがある。 その後県によって、小物川、米代川水系の各支流に多目的ダムが建設されるが、秋田市などの人口増加に伴い上水道需要と、治水安全度を確保するため建設省は、鎧畑ダムの上流に玉川ダムを1990年に完成させた。玉川ダムの完成により、小物川水系の治水、利水が向上したほか、 長年の懸案であった玉川毒水が、ほぼ解消するに至った。さらに米代川水系最大のダムとして、森吉山ダムが2012年に完成した。秋田県最大の多目的ダムは、玉川ダムであり、その規模は、奥田ダ見、多語層の両ダムに次ぐ貯水容量を誇り東北屈指である。しかし施行中のな瀬ダムが完成すると高さでは、県内一になる。 ナルセダムは当初ロックフィルダムとして計画されたが、大型 CSG ダムに変更され、完成すれば日本最大規模となる。施行中のダムとしては、ナルセダムのほか、総合開発事業が行われていなかった、小吉川水系でも本流に懲戒ダムが計画されている。両、ダムとも2009年のダム事業見直し対象になったが、事業は継続されている。 また中止したダム事業としては、薬内川の河井ダム、成瀬川の魚沢ダム、玉川支流西内川の牧ダムなどがある。なお、水瀬川の水瀬ダムは、建設省により特定多目的ダムとして施行されたが、完成後は、秋田県に管理が移管されている。また森吉ダムは、太平工業との共同事業で建設されており、発電事業は、三菱マテリアルが引き続き行っている。 東北電力が管理する、神大ダムは発電専用ダムであるが、田沢疎水の水源として、灌溉にも目的が利用されている。山形県山形県で最大の総貯水容量を有する、佐賀江ダム大河、もがみ川を抱える山形県では、国土総合開発法施行により、最上特定地域総合開発計画が策定、最上川支流の置いたまの川流域にて、 多目的ダム計画が立案され、1949年に、関のダムが、県内初の多目的ダムとして完成したが、地水、利水強化の観点より、上流に木地山ダムが1960年完成した。続いて、酒川流域で、ダム計画が立案され、当初は、支流のマムロ川に釜淵ダムが計画されたが、費用対効果などの問題から、酒川本流に移され、 大阪ダムが1967年に完成する。しかし1967年の越豪雨による深刻な被害を機に建設省による埼玉川水系の治水計画が改定され、佐賀江ダム、白川ダムが建設された。赤川水系では、県営事業の荒沢ダムが、本流に1955年、国直轄事業として、合算ダムが、 支流の盆地側に2001年に完成した。新潟県で日本海に注ぐ荒川では、植津豪雨による壊滅的被害を機に急河川に昇格後、ダムによる洪水調節が求められ支流の横側に横川ダムが2008年完成している。利水専用多目的ダムとしては、三作ボダムが農林省の国営灌外排水事業。 および、米沢市などの水亀として建設されている。山形県最大の多目的ダムは高さでは、長井ダム、貯水容量では、佐賀江ダムが最大である。施行中の多目的ダムはない。なお長井ダム完成により直上流にある、県内初の多目的ダム、関のダムは水没した。長井ダムは、民主党政権による、ダム事業見直しにより一時完成見込みが不透明な。 状況となり、吉村美恵子山形県知事などが反発していたが、見送り対象からは、最終的に外された。中止したダム事業としては、戦術の釜淵ダムのほか、乱川ダムがある。福島県福島県最大の多目的ダム、すり神川ダム、福島県における、河川開発は豊富な流量を誇る阿賀野川、只見川の水力発電事業が、 大正時代から行われ、戦後見特定地域総合開発計画において、奥畳、タゴソウなどの大ダム、発電所が国策として建設され、地水や灌溉などの河川総合開発は行われていなかった。戦前内務省が地水と上板炭鉱への利水を目的に、現在の岩木市を流れるサメ川のダム計画を1937年より、 計画していたが、太平洋戦争により中止した経緯がある。高度経済成長期において阿賀野川水系で、河川総合開発事業が着手され、本流に建設省が、大川ダムを建設した他日中ダム、東山ダム、田島ダムが、県営ダムとして建設された。また浜通り地方を流れる二級河川であるサメ川に、郊芝ダムが、 県営事業として建設された他木戸川、真野川、四字川、富岡川などで多目的ダムが建設されている。一方、阿武熊川水系では、戦後羽鳥ダムなどの農業用ダムが建設されていたが、県と福島市などの人口増加による水道需要に対処するため主要な支流である、すり上川と大多根川に多目的ダムを建設する計画が建設省によって進められ、 三春ダム、すりみ川ダムが完成している。県内最大の多目的ダムは2005年に完成した、すりみ川ダムである。施行中の多目的ダムは北、菅川の戦後沢ダム再開発事業のみであり、ダム事業の見直し対象にはなっていない。中止したダム事業としては、多見川、支流稲川に建設予定だった、大桃ダムのほか、く川ダム、にっ川ダム、 水原ダムや稲わしろ湖の地水容量を拡大する日、橋川上流総合開発事業などがある。なお、福島県では天然故障の開発も古くから進められており、稲わしろ湖は1914年に16強水門が、日橋川流出口に完成し、多目的ダム化されているほか、万代山噴火により生成された。 日バル湖、小野川湖、秋元湖は1989年8月の水害を契機に福島県によってダムが建設され自然湖ではあるが多目的ダム化されている。茨城県茨城県で最大の総貯水容量を有すると根川川口関茨城県における多目的ダム事業は1966年に完成した水沼ダムが最初であり、 他の都道府県に比べ着手時期は遅い。水沼ダム完成以降主に県北部の二級河川で開発が行われたが、その目的は地水のほか日立市などへの利水合手となっている。日立市周辺は日立製作所の一大生産拠点となっており、工場進出に伴う工業用水道や人口増加に伴う上水道需要の増大が主な理由である。 県北部では、花抜き、十王、小山といったダムが二級河川に建設されたほか、九時川水系唯一のダムとして、竜神ダムが建設され、日立市、高萩市、北茨城市、日立大田市に、水道用水を供給している。一方、水戸市を中心とする中川水系では1978年に、藤井川ダムが治水ダムを多目的化する形で、完成している。 その後1990年には、支流日沼川に合流する伊川に伊ダムが完成し、県と三戸市とその周辺の治水取水を司さどっている。県南地域では、根川、荒川水資源開発基本計画に基づき日本第二の大古庄、霞ヶ浦の総合開発が行われ、首都圏の水亀として利用されている。霞ヶ浦は天然の湖であるが、 水資源開発促進法による故障水位調節施設に位置づけられ多目的ダムとしての扱いも受ける。茨城県最大の多目的ダムは高さでは2005年完成の小山ダム、早貯水容量では霞ヶ浦を除けば利根川川口関である。現在新規のダム事業はないが、 水質汚濁の進む霞ヶ浦の浄化と首都圏への新規り水を目的とした霞ヶ浦導水事業が国土交通省により施行中である。これは中川と霞ヶ浦を全長 44km のトンネルで連結し、中川の下水を霞ヶ浦に導水する計画であるが、中川の漁業環境悪化を恐れる茨城、栃木両県の中川漁業共同組合が猛反対。 しており、事業は進捗していない。中止したダム事業としては32年間の反対運動の末に中止となった小川ダムと藤川ダム上流に建設予定であった大谷原川ダム、そして有水池である稲戸井調節地を掘作して多目的ダム化する稲戸井調節地、総合開発事業がある。なお、茨城県には、 国土交通省直轄ダムは存在せず、水力発電を目的とする多目的ダムも存在しない。栃木県栃木県で最大の総貯水容量を有する川又ダム、栃木県は中川、絹川、渡らせ川といった大河川を流域に持つが、最初に開発が行われたのは絹川である。1926年に当時の内務省によって絹川支流の小川に、 多目的ダムを建設する構想が持たれ、1941年に着手された。これが五十里ダムであり、基礎地盤の不具合で建設地点を移動し1957年に完成した。続いて絹川本流に川又ダムと川寺ダムが建設省の手でそれぞれ完成し、地水及び県と宇都宮市、千葉県と茨城県南部の水亀として機能している。 中川水系では、旧農林省による、国営なすのが限界宅建設事業の一環として、中川本流に計画された、深山ダムが、栃木県の上水道事業と、電源開発による、揚水発電の下部調整地としても利用され、利水専用の多目的ダムとして1973年、完成する。その後は、県営事業として、支流の放棄川、 荒川に多目的ダムが建設されている。渡瀬川では、足尾高毒事件を契機に建設された、渡瀬遊水池の中に貯水池を建設して、首都圏の水亀とする渡瀬貯水池が2002年、完成し、利根川上流ダム群の一つとなっている。この他支流の松田川に松田川ダムが、利根川、荒川水系水資源開発基本計画の一環として、 県営事業として完成している。県内最大の多目的ダムは高さでは、川地ダム、総貯水容量では、川又ダムがそれぞれ最大である。施行中のものとしては、波間ダムが水資源機構によって建設中であり、2024年度の完成を予定している。中止したダム事業としては、波間ダムと連携して行われる思いが開い発の、 一貫として建設される予定であった、滑川ダムや中川支流の大室川に建設が予定されていた大室川ダムなどがある。なお、日光の観光地である、中禅寺湖は出口に中禅寺ダムが建設されており、地水、水力発電と下盆滝の年間流量安定確保を目的としている。群馬県関東地方最大の総朝水容量を有する焼沢ダム。 利根川上流部を流域に持つ群馬県では、カスリン台風による利根川の大水害を契機に、経済安定本部と建設省が、利根川水系に多数の多目的ダムを建設して、洪水調節を行う利根川海底改修計画が立案され、利根川本流の他支流のカラス川、アズ川、片品川、赤谷川などにダムが計画された。 さらに1951年の国土総合開発法による、利根特定地域総合開発計画、1963年の水資源開発促進法による利根川、荒川水系水資源開発基本計画により、事業が拡充され、や、木沢、藤原、相又、その源、下久保、草木、長又の各ダムが建設された。 これら利根川上流ダム群の水は、利根大関を経由して、荒川に送水され、東京都をはじめとする、上水道の水源となっている。また四万川、気流川など利根川の二次支流については、群馬県によって中小規模の多目的ダムが建設され、県内の治水、利水を司っている。県内で最後に完成した八馬ダムは1952年の、 計画発表以降移転住民による長年の強固な反対運動や民主党政権がマニフェストで中止を明言し工事の停滞や関係自治体との意見対立など自体は二点三点した。最終的に野田内閣において事業再開が決断され2020年に68年の歳月を経て完成した。県内最大の多目的ダムは高さでは奈良またダム。 総貯水容量では、焼沢ダムがそれぞれ最大であり、焼沢ダムの人造湖、奥、利ネ湖は、関東地方最大の貯水容量を有する。施行中のダムは、藤原ダム、奈良又ダムの治水機能を向上させるため両ダムの、容量を交互に振り返る藤原、奈良又再編ダム再生事業が施行中である。中止したダム事業としては、日本最大の多目的ダム事業であった。 沼田ダムをはじめ、徳倉ダムなどを多数存在する。なお、東川支流の湯川に建設された、しなきダムは、当時火水産性度の平均が pH4.0 で、あった、酸性河川、東川の中和を主目的として建設され、付随して、水力発電を行う目的を有している。ダムの完成により、東川の酸性度は改善され、魚類も生息するようになった。 埼玉県埼玉県で最大の総貯水容量を有する滝沢ダム、埼玉県では県内最大の河川である荒川が総合開発の対象となった。古くより水害を繰り返す荒川の治水を主目的に県内最初の多目的ダムとして1961年荒川本流に二瀬ダムが完成する。その後首都圏の人口増加による 上水道需要の逼迫に対処するため、荒川水系は1974年に、利根川水系と連携する形で、水資源開発促進法に基づく開発水系に指定された。この利根川、荒川水資源開発基本計画に基づき、建設されたのが、浦山ダムと滝沢ダムである。さらに、有水地である、荒川第一調節地を多目的ダム化する。 荒川調節地総合開発事業が行われ、彩り子として1996年完成している。一方、県営事業としては、利水専用多目的ダムとして、荒川本流に玉淀ダムが完成したほか、荒川支流の入間川流域と赤日向川流域に多目的ダムが計画され、それぞれ有馬のダム、合格ダムが完成している。また、 流域のほとんどを平地で占める中川の治水取水を目的に平地ダムとして権現堂調節地が完成している。埼玉県内で最大の多目的ダムは高さでは浦山ダム、総貯水容量では滝沢ダムである。新規のダム事業は現在存在しないが、二世、滝沢、浦山の荒川上流ダム群運用を治水面で より合理化するための荒川上流ダム、再開発事業が計画されている。中止したダム事業としては二つ目の彩り港、埼玉市に建設する、荒川第二調節地総合開発事業、赤平川支流の小森川に建設を予定していた、小森川ダム、時川上流に計画された、大野ダムがある。また滝沢、裏山、合格の三ダムについては、 ダム建設に対する反対運動が強く、完成までに滝沢ダムでは40年を費やすなど、日本の長期化、ダム事業に名を連ねている。なお、滝沢ダムについては、ダム本体は2008年に完成したが、試験淡水中に山腹に亀裂が発生し、2011年に全事業が完了した。また玉淀ダムについては、 環境保護団体が撤去を求めて活動している。千葉県千葉県で最大の総貯水容量を有する亀山ダム。千葉県の多目的ダム事業は47都道府県では最も遅い部類に入るが、これは水源の多くを利根川水系に求めているためで、利水受益者として利根川水系にある多数の多目的ダム事業に参加しており、県と 千葉市や成田空港を抱える成田市など、千葉県北部、中部の主要都市は、利根川上流ダム群、絹川上流ダム群が、主な水源となっている。一方で県内を流れる主要な二級河川である、尾比津川と養老川は、蛇行を繰り返す河川で水害が頻発していた。このため補助多目的ダムを建設して、地水と東京湾沿岸地域への上水道供給を、 図ることを計画。尾び川本流に亀山ダムが、県内初の多目的ダムとして完成した他支流、笹川に片倉ダム、養老川本流に高滝ダムを建設する。南房総では、上水道、または、灌溉単独のダムが多数建設されているが、利水専用の多目的ダムとして補大ダムが、町崎川に完成している。千葉県最大のダムは高さでは、 片倉ダム、総貯水容量では、亀山ダムがそれぞれ最大である。現在千葉県で新規施行中の多目的ダムは、存在しない。中止したダム事業としては、国直轄事業では、インバ沼を掘削拡張して、多目的ダム化する、インバ沼総合開発事業と行徳稼働関、江戸川水拷門改築による、貯水容量増大を目的とした江戸川。 総合開発事業が、県営事業としては、亀山ダム上流の帯津川に計画していた、水源ダムといすみ川水系西部田川に建設が予定されていた、大滝ダムが中止となっている。なお、千葉県内には地水と利水を目的とした、人工河川として、北千葉道水路と野田道水路が存在する。東京都東京都唯一の多目的ダム、小河内ダム首と。 東京都にある多目的ダムは玉川のー内ダムが唯一である。主目的は上水道の供給であるが、副次的に水力発電も行う。ダム直下にある玉川第一発電所で発電された電力は下流にある白丸ダムを経て玉川第三発電所に送電され、ここで発電された電力は東京電力に売電される。ダムに関連する。 水力発電所群はいずれも東京都交通局が管理している。小河内ダムは戦前より計画され戦争による中断を挟んで完成したがダムの建設により旧小河内村全村が水没。水没世帯数945世帯と日本のダムにおける最大の水没世帯数となった。このことは完成後凝行固した。 昭和天皇が水没に伴い移転した住民の生活がどのようになっているのか事業者である東京都水道局に加盟するなど当時の関心事にもなっておりダム保障における一つの代表例であるまた水利権をめぐり神奈川県の二家両用水組合との間で紛争が起こりこのことも水没住民を悩ませているなお 東京都の水源として利用されている多目的ダムには、利根川水系の矢、木沢、下久保、奈良又、草木、渡瀬貯水池地、荒川水系の裏山、滝沢、荒川調節地といったダム群があり、物議を醸している八幡ダムにも、地水、水道受益者として参加している。都内で計画されているダム事業は存在しない。 神奈川県神奈川県最大の多目的ダム、宮ヶ瀬ダム県と横浜市をはじめ、川崎市、横須賀市といった大都市を抱える神奈川県は、明治時代以降人口が増加し、上水道の供給と整備が課題となっていた。1938年神奈川県議会は、県下最大の河川である相模川の河川開発による、上水道、工業用水道、 電力需要の補給を議決。県営事業として、初の多目的ダムである、沼本ダムを1937年より、相模ダムを1941年より建設する。横須賀海軍交渉への電力供給も視野に入れていたこともあり、建設に反対する住民に対し陸軍と海軍が、合同越平式を水没予定地で行って圧力をかけるなど、 中ば強引な手法で建設が進み1944年、完成する。戦後神奈川県の人口は爆発的に増大し、相模ダムでは、到底へなえず、相模ダム下流に1964年上山ダムが、完成する。だがそれでもなお、神奈川県の人口増加は進行し、相模川だけではなく、県西部を流れる佐川水系も利用することになり、 支流の河内川に1978年に保ダムが完成する。相模、城山、三保の角ダムはダム、人造庫の規模としては比較的巨大な部類に入るが、神奈川県の人口は1980年には700万人に迫る勢いであり三ダムの供給量をもってしても不足が生じていた。このため建設が急がれたのが相模川。 支流な勝川の宮ヶ瀬ダムである。完成まで31年を費やした、このダムの完成により、相模、城山、同四角ダムとの間に建設された、導水路を通じ水を、相互融通して、神奈川県全域の水需要と相模川の治水に、貢献している。神奈川県最大の多目的ダムは、宮ヶ瀬ダムである。宮ヶ瀬ダムは2003年の国土交通省調査により、 国土交通省直轄ダムにおいて年間訪問者数が日本一となり年間のべ120万人が訪れる一大観光地に成長している新規のダム事業は存在しておらずダム事業の見直しの影響も受けていないしかし相模川上流ダム群の建設に伴う湘南海岸のサス交代が問題となっている新潟県新潟県で最大の総貯水容量を 有する奥三面ダム、新潟県における多目的ダムの建設は、村上市を流れる三面川水系が最初であり、1952年に三面ダムが完成する。しかし、1967年の越豪雨による、新潟県下越地方の壊滅的な被害を機に、荒川、大内川、梶川などの治水計画が改定され、大石ダム、内倉ダム、 奥三面ダムが建設された。一方、品野川水系では、支流の五十嵐川で開発が始まり、笠堀ダムが1964年に完成したが、1969年の、集中豪雨で五十嵐川や刈谷田川、魚野川流域が被害を受け、また、関越自動車道、上越新幹線建設による人口の増加が見込まれたことで、 品濃川水系の河川総合開発が見直され、魚の川流域に三国川ダム、破間川ダムが、五十嵐川流域では、笠堀ダム改良の他本流に大谷ダムが完成。狩谷田川には、狩谷田川ダムが完成した。関川水系では、農林省が土地改良事業の一環として本流に笹ヶ峰ダムを建設、完成後新潟県へ管理を移行させている。 中越地方、上越地方を流れる、その他の二級河川にも多目的ダムが建設され、佐渡地方でも、上越豪雨沖に国府川、水系、口川水系で多目的ダムが完成している。新潟県最大の多目的ダムは高さでは三国川ダム、早朝水容量では奥三面ダムが最大である。現在建設が行われているダムは、新保川ダム再開発があるが、 ダム事業見直し対象で再検証された結果事業は継続となった。この他笠りダムが度重なる豪雨災害に対応するためダムのかさ上げを主とした二度目の再開発事業に着手している。中止したダム事業としては、清津京に建設予定であった新潟県最大規模の清津川ダム電源開発が 湯の谷用水発電計画を断念したことで中止となった、佐野市川ダム、赤柴発電所との水利権調整がつかず中止となった、荒川第一ダム、荒川第二ダムなどいくつかのダム計画が存在する。なお、柴田市にあるうちの倉ダムは、北陸地方唯一の中空重力式、コンクリートダムである。また、妙見関は、 国土交通省北陸地方整備局と東日本旅客鉄道が共同事業として建設する珍しい形態をとっている。笹ヶ峰ダムは治水目的を持たない利水専用多目的ダムである。富山県富山県最大の多目的ダム、境川ダム、富山県の河川開発は大正時代より浅野総一郎や高峰上吉らによる水力発電事業が主であり、 治水事業は、上岩寺川の砂防事業が行われていた程度であった。多目的ダム建設は、富山県によって神通川支流の板川に、室町ダムが1961年完成したのが最初であり、その後は、神通川、小川、小矢部川といった一級河川では支流に、上市川、白岩川、小川と,川といった二級河川には本流に多目的ダムを建設している。 富山県内の県営多目的ダムのほとんどは、富山県土木局が管理する、補助多目的ダムであるが、通りダムと支流の薄中ダムについては、富山県農業水産部構築家が管理しており、補助多目的ダムではない。一方、建設省による特定多目的ダム事業は1969年8月の集中豪雨災害を契機に、黒部ダムを筆頭とした。 水力発電事業が著名でありながら、止水事業が遅れていた黒部川に対して行われ、うなずきダムが、うなずき温泉街の直上流に2000年、完成している。富山県内の補助多目的ダムのいくつかは、目的の一つに道路などの積雪を溶かすための、用水を供給する、省流節用水目的を有している。県内最大の多目的ダムは高さ、 総貯水容量ともに境川ダムである。建設中のダムとしては、国土交通省が、都賀ダムを施行している。ダムに関する問題としては、日本初の高級大佐対策として、関西電力管理の出し平ダムとうなずきダムで、実施している。連携廃冊について、下流の黒部川、富山湾漁業関係者との間で、行政訴訟が継争されていた。 中止したダム事業としては、片海川ダム、弓地丸ダム、黒川ダムなどがある。なお、小川愛口ダムは、国の登録有形文化財に登録されている。石川県石川県最大の多目的ダム、手鳥川ダム、石川県の多目的ダム事業は、県営事業として推進され、県南部を流れる大正寺川に建設された、我が谷ダムが最初である。続いて、 県と金沢市を流れる西川水系の総合開発が実施された。金沢市内には西川と浅野川が流れているが水害が頻発し対策が迫られ、また人口増加に伴う上水道、電力需要が増大したことにより総合開発が起訴されたが、浅野川はダムを建設することが 実質的に不可能であったことから西川と支流の内側にダムを建設することになり西川ダム内川ダム新米川ダムが建設されたこの他の都半島を流れる小河川にも地水と上水道を目的に多目的ダムが建設されている一方県内最大の手っ取川については石川県と電源開発北陸電力が本流上流部に ダム建設を計画していたが、手っ取り川が1966年に一級河川に指定されたのを契機に建設省が多目的ダムの建設を計画。電源開発、石川県との共同事業として1979年県内、唯一の国直轄ダム、手っ取り川ダムを完成させた。県内最大の多目的ダムは高さ、総貯水要ともに手っ取り川ダムであり、 日本屈指の規模を有するダムの一つでもある。建設中の多目的ダムはない。中止したダム事業としては、能登半島を流れる河川群に計画されていた河内ダム、イクル川ダム、諸資源ダムがあり、当初多目的ダムとして計画されていた辰見ダムは穴開きタイプの地水専用ダムとして計画変更されている。2006年に完成した九谷ダムは、 強い反対運動により完成まで36年を費やしており、日本の長期化、ダム事業の一つに名を連ねている。なお、手っ取り川ダムは、河川法第17条に基づく、県用工作物として、国土交通省、電源開発、石川県が共同管理しているため、特定多目的ダムではない。また大日川ダムは、県営の多目的ダムではあるが農業水産部が、 管理しており、補助多目的ダムではない。福井県北陸地方最大の総貯水容量を有する、九ず流ダム。福井県の多目的ダム事業は、県内最大の河川である九ず流川水系を中心に実施されている。その端緒となったのが支流、真名川に1957年完成した、佐川ダムである。続いて九ず流川本流に、 開発の対象は移され、当初電源開発と北陸電力が競り願いしていた、奥古市電源開発計画の中心事業として計画されていた、崩流ダムが1959年の伊勢湾台風と1961年の第二室戸台風による崩流川の水害を機に、建設省による直轄事業として事業が拡大、1968年に完成した。 しかし1965年9月の奥越豪雨で、佐藤川ダムでは計画降水流量を3倍近く上回る洪水を記録、ダムは治水機能を創出し、決壊の危機に品種直下流の西谷村、中島集落は壊滅した。この奥越豪雨を機に佐藤川ダム再開発事業が実施され、ダム岩にトンネル式洪水破棄が増設されたほか、建設省により、 佐藤川ダム下流に真名川ダムが建設された。さらに老朽化した、名火島主港が、洪水流化を阻害することが判明したことで新たに、稼働関が計画され、2003年に、九ず流川名火大井として完成している。福井県でも、支流の日野川に、高野ダムや、松屋ダムを建設したのをはじめ、武田川、浄土寺川、永平寺川などに多目的ダムを建設して、 治水対策を強化した。2004年に発生した平成16年7月福井豪雨では、福井市内がアスワ川の氾濫によって死者を出す大水害を被ったが、マナ川については、マナ川ダムと佐相川ダムの洪水調節機能によって浸水被害がほぼ皆無となり、ダムのないアスワ川との浸水被害の差が顕著に現れている。 県内最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともにクズダムであり、日本屈指の規模を誇るがさらなる治水機能向上のため、クズダムをはじめとするクズ川上流のダムを有効活用するクズ川上流ダム再生事業が施行中である。中止した多目的ダム事業は存在しない。ただし安ス川ダムについては百八十三年の計画当時は、 アスワ川本流に計画された多目的ダムであったが、反対運動の激化で1997年に一旦凍結された。しかし、福井豪雨の甚大な被害を契機に、福井県、福井市、被害住民の要望もあって、現在は穴開きタイプの治水専用ダムとして計画されている。なお、クズ流ダムについては、手っ取り川ダム同様。 河川法第17条に基づく、県用工作物として、国土交通省と、電源開発が、共同管理しており、特定多目的ダムには該当しない。山梨県山梨県で最大の総貯水容量を、有する広瀬ダム。山梨県では、甲府盆地の東西を笛吹川、釜梨川の二大河川が流れ、盆地南部で合流して富士川となり、有史以来水害が多発していた。 山梨県では、明治期に、山林荒廃が起こり明治40年の大水害に代表される大規模な水害が多発しており、戦前から河川改修が課題となっていた。戦後の八ヶ岳山麓開拓や、首都圏のベッドタウンとして人口が増加し、上水道需要も急増し、こうした観点から、戦後県政においては主に、 富士川水系での河川総合開発が検討され、1974年、富士川水系の主要な支流の一つである笛吹川に広瀬ダムが完成した。その後も、笛吹川流域や塩川流域に多目的ダムが多数建設されている。一方、県東部の相模川流域では、大月市を中心に人口が増加し、治水安全度低下。 上水道需要急増という状況になったことから、支流の葛野川を開発することになり、不可ダムが、県内道水系では、唯一の多目的ダムとして完成する。県内最大の多目的ダムは高さでは、荒川ダム、総貯水容量では、広瀬ダムがそれぞれ最大となる。建設中の多目的ダムは存在しない。中止したダム事業としては、藤川水系では、 早川の角瀬ダムが1955年に費用対効果が乏しいことを理由に中止したのを川切りに塩川本流に計画されていたアーチダムである大渡りダム笛吹川支流足川に計画されていた足川ダムが相模川水系では笹子ダムがあるなお山梨県内には国土交通省直轄ダムは存在しない 長野県長野県で最大の総貯水容量を有する、牧尾ダム北に、品野川水系、南に天竜川水系、西に木曽川水系を抱える長野県では、天竜川支流の三部川において、最初の多目的ダム事業が行われた。1941年より、下水統制事業として、ダム計画は立てられたが、戦後当時の長野県知事であった。 林虎尾は1949年、キティ台風による水害後 TVA に習い河川総合開発を実施するため、長野県庁に総合開発局を設置。三部川に2カ所の多目的ダムを計画した。これが、三和ダムと高東ダムであるが、三和ダムは建設省に事業が移管され、1959年に特定多目的ダム法的を第1号として完成する。 しかし天竜川は1961年の昭和36年6月梅雨前線号により、飯田市など流域が致命的被害を受けたことから、水害の最大要因に挙げられた小渋川の河川、総合開発が計画され、1969年に小渋ダムが完成する。長野県も松川、片桐松川、沢川に補助多目的ダムを建設し、 稲盆地の地水と利水に当てた。一方、品濃川水系では本流にダム建設の適地がなく、長野県内最大の支流である西川も、上流から下流まで、発電専用ダムが連綿と建設されていたことから、主にその他の品濃川支流を呼び、西川の二次支流に多目的ダムが建設された。最初に開発されたのが、県と長野市を流れる裾花川で、 地水と浄水道、そして不安定な電力供給解消を目的に1969年、裾花ダムが完成。以後奈良井川、内村川、上川などに多目的ダムが多数建設された。また1969年8月豪雨災害を機に、建設省は1974年、品野川水系工事実施基本計画を改定し、高瀬川に大町ダムを建設する。 木曽川水系では、木曽川水系水資源開発基本計画の一環として、水資源機構が、本流源流部に溝川ダムを、支流大滝川に牧尾ダムを建設。愛知用水の水源の一つとして、名古屋市の水亀になっている。長野県最大の多目的ダムは高さでは、溝川ダム、総貯水容量では、牧尾ダムがそれぞれ最大である。 施行中のダム事業としては、新規事業はないが、貯水池の深刻な大差振興を傍受することで、ダム機能の維持、止水能力向上を図るダム再開発、再編、再生事業が、長野県下では多く進められている。三和ダム、小部ダムや松川ダムでは、ダム小上流より、バイパストンネルによる下流への廃砂事業が実施、施行されているほか、 想定以上の大差によりダム機能が支障をきたした裾花、奥裾花ダムにおいても廃砂バイパストンネルを用いたダム再生事業が計画されている。またマキオダムでは1984年の長野県西部地震で大量に流入した土砂除去を目的とした再開発事業が行われた。さらに、品野川水系河川整備計画に明記された。 大町ダムと再編事業では、大町ダムの浄水道容量を、治水容量に振り返るだけでなく、大町ダム上流にある、日本有数の揚水発電所、新高瀬川発電所の上部、株ダムである高瀬ダム、七層ダムの発電容量を一部治水容量に、切り替えて、多目的ダム化し、合わせて、深刻な大差が進む、高瀬ダムの貯水容量を確保するため、 バイパストンネルを建設する事業が進められている。長野県のダム事業では、当時の田中康夫知事が在任中に発表した、脱ダム宣言による、下諏訪ダムなど、県営7ダム事業の中止が有名で、日本のダム事業のあり方に、多大な影響を与えたが2006年の平成18年7月豪雨で、長野県内が被害を受け、直後の知事選で落選。 公認の村井人志知事が、脱ダム宣言を撤回し、各馬、黒沢、駒沢のダム計画を一旦復活させたが2009年ダム事業の見直し対象にされ、最終的に中止となった。この他大仏ダムの中止がある。国直轄では、品濃川本流に1982年より、計画されていた線曲がり川上流ダムがあり、高さ80メートル。 総貯水容量8000万立方メートルと完成すれば長野県最大の多目的ダムになる計画であったが水没予定地の南木村と川上村の反対で2002年に中止された。また塗装ダムも一旦中止となったがこのダムでは稲市など流域市町村が中止方針に反発し一度は事業が再開されたものの 再度民主党政権のダム事業を見直し対象になり、結局中止された。岐阜県戦後の大規模ダム事業の先駆けとなった、丸山ダム基礎参戦を抱える岐阜県では、和獣や宝力治水など度重なる治水事業が、実施されたが洪水被害は減ることがなかった。多方豊富な水量は、福沢桃介や松永安左衛門らにより水力。 発電事業として開発され、大井ダムなど多くの水力発電所、発電用ダムが建設されたが、河川総合開発は戦後になって実施された。1951年の国土総合開発法により、木曽川水系は、木曽特定地域総合開発計画の対象地域に指定され、木曽川、伊比川、長良川、日田川などに多目的ダムを建設する計画が立てられた。 その中で最初に着手されたのが丸山ダムであり、日本初送電が施行していた発電用ダムに洪水調節目的を付加し1955年に完成。伊比川本流にも横山ダムが1964年完成した。しかし1959年の伊勢湾台風で流域は大きな被害を受け、さらに名古屋市を中心とした中京圏は 中京工業地帯の拡大、東海道新幹線、東名高速道路、名神高速道路の完成で人口が急増。治水安全度低下と、上水道需要の逼迫を招いた。これに対し木曽川、水系水資源開発基本計画が立てられ、徳山ダム、岩屋ダム、阿木川ダムなどが建設されて、愛知用水や木曽川用水の水源として、 中京圏の水需要に貢献している。一方、庄内川水系では本流にダム建設の適地が存在しないため、水波市で庄内川に合流する小里川に、同水系唯一の多目的ダムである小里川ダムが2003年、完成する。県営事業としては、基礎川水系の消火栓のほか 発電用ダムが多数建設されているため、多目的ダムが建設されていない、飛田地方の河川に多目的ダムを建設している。県内最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともに徳山ダムであり、多目的ダムとしては、日本最大であるが建設に伴い、旧徳山村全村が水没。強固な反対運動が長年続いた。建設中のダムとしては、 日本最大のダム重上げ事業となる新丸山ダムが国土交通省によって進められており、完成すれば丸山ダムは水没する。このほかみなせダムが県営事業として施行中であるが、みなせダムについてはダム事業見直しにより事業進捗が不透明になっている。中止したダム事業では犬山ダム、くたダム、ほらど及びいたダム、黒津ダム、一ノ瀬ダムなど、 基礎特定地域総合開発計画で計画されたダム群のほか、矢作川水系上村川に計画されていた上矢作ダムがある。なお基礎川本流の金山ダムと落合ダムは関西電力が管理する発電用ダムだが、それぞれ愛知用水と東農用水の取水元として利用され、取水された水は名古屋市、田見市などの浄水道に利用されている。 また、三ぼろダムは発電用ダムであるが、建設消火線局長通達、伊達川発、第百七十八号に基づく、第一類ダムとして、義務ではないが異常気象時は、洪水到達時間を遅らせるための、洪水調節操作を行う。静岡県、静岡県最大の多目的ダム、長島ダム、静岡県には、東から狩野川、富士川、安倍川、大井川、 菊川、天竜川と6本の一級河川が流れる。河川開発は、大井川と天竜川の水力発電事業が先行し、戦後大井川用水の建設などが進められたが、基本的には、水力発電事業が継続されていた。河川総合開発が開始されたのは1951年、国土総合開発法施行に伴い、天竜川流域が、 天竜東三河特定地域総合開発計画の指定を受けたことに始まる。水力発電とともに、三方現代地など、沿州南部の大地管外、及び豊川用水建設に伴う、水資源開発に天竜川を利用する計画が立てられ、電源開発が建設した、佐久間ダム、秋葉ダム、船平ダムが水源として浜松市などの浄水道、工業用水道、 灌漑用水に利用された。一方、大井川では1972年の七夕豪雨沖に治水を主目的とした多目的ダムの建設が計画され、灰原郡本川根町に長島ダムが、大井川唯一の多目的ダムとして建設省の手で完成する。一方、県内の二級河川では、仮の川台風で甚大な被害を受けた、伊東市を流れる伊東大山に奥のダムが、 伊豆半島発のダムとして完成し、続いて南伊豆町の鈴野川に青野大志ダムが完成。県中央部を流れる大田川には大田川ダムが建設され、2009年に県内最新のダムとして完成。県西部には都田川ダムが建設されている。県内最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともに長島ダムである。事業が中止されたダムは、 県営の布沢川ダムがある。佐久間ダムについては発電専用ではあるものの、天竜川の治水の用として建設消火選挙区長、通達、伊達川発、第178号により、第一類ダムに指定され、治水にも重要な役割を持つ他豊川用水の水源にも利用され事実上多目的ダムとして、機能しているが、2004年より、 洪水調節目的の追加と大差防除に伴う円習灘沿岸の海岸侵食防止を目的とした再開発事業が国土交通省中部地方整備局により計画され多目的ダム化される予定である。この事業は前原政治国土交通大臣によるダム事業見直し対象からも除外されている。なお大井川に建設されている畑、定第一ダムや 伊川ダムは発電専用であるが、建設消火線局長通達により、第一類ダムに指定され義務ではないものの緊急時に、洪水調節操作を行うほか、県と静岡市などの水源として、重要な役割を担っている。残る一級河川である安倍川、狩野川、菊川には多目的ダムが、本流、支流のいずれにも全く建設されていない。 愛知県愛知県で最大の総貯水容量を有する矢作ダム、愛知県の多目的ダム建設は主に県東部、三河地方の河川で実施されている。端所は天竜東三河特定地域総合開発計画の主要事業として豊川用水が建設されたことに始まる。天竜川の佐久間ダムより導水した水を豊川水系を経て、 豊橋市や厚見半島へ送水する豊川用水の水源として、ウレダムが県内最小の多目的ダムとして建設されたのを、川切りに、大野投資港、大島ダムなどが建設された。続く矢作川水系では、昭和36年6月梅雨前線豪雨による水害や豊田自動車などの工場建設、それに伴う豊田市など流域人口の増加により、 河川総合開発が建設省により計画され、最上流部に矢作ダムが建設された他支流にも、小規模な多目的ダムが県営事業として建設された。天竜川水系では、電源開発が発電用として計画していた新豊根ダムが、愛知県による治水事業を加えた多目的ダムとして規模が拡大され、さらに建設省に、 事業移管されて1972年完成した。一方、愛知用水関連では、愛知池が調整地として建設されたほか、1633年に建設されたイルカ池が、地水機能を追加する再開発事業が行われた。愛知県最大のダムは高さでは新豊根ダム、総貯水容量では矢作ダムがそれぞれ最大であるが、 国土交通省が施行中のシュタラダムが完成すると、高さ、総貯水容量ともに、喧嘩最大となる。シュタラダムは、民主党政権による、ダム事業見直しの対象となったが、流域自治体の強い要望により、事業の継続が決定した。また、矢作ダムでは放流設備を新設することで、止水能力を増強させる、矢作ダム再生事業が着手された。 中止したダム事業としては、矢作川川口に建設が予定されていた矢作川、川口関がある。なお新豊根ダムは当初愛知県と電源開発の共同事業として計画され、特定多目的ダム法の適用を受けていないため、国土交通省管理ではあるが特定多目的ダムではない。三重県三重県で最大の総貯水容量を有する宮川ダム。 三重県の多目的ダム事業は、県南部を流れる宮川より始まった。宮川の治水と、県営水力発電を目的に最上流部に、宮川ダムが1957年完成したのが、最初である。宮川ダム下流には1967年3、瀬谷ダムが完成し、宮川水系は一大電源地帯となった。1959年の伊勢湾台風では、 三重県内の河川はほぼすべて氾濫し、流域に被害を与えたが、宮川流域だけは、宮川ダムの洪水調節によって、河口の高潮による被害を除いて、浸水被害がほぼ解無であった。このことからダムによる打ち水が再認識され、雲津川水系に、君が、野ダム、串田川水系にレンダムが建設された。レンダムは、松阪市や伊勢市、 ひ橋など県南部の水亀であるが、離島である上島の水源でもあり、水泉と入れ普及などに役立っている。一方県北部では、基礎特定地域総合開発計画の一環で、建設された三重用水の水源として、中里ダムなど4カ所のダムが建設され、それらを連結して安定した水供給を図ることで、四日市市、鈴鹿市などの農業用水、浄水道や、 工業用水道供給に資している。伊賀地方では、淀川水系屈指の規模を有する支流、木津川流域の最大支流である名張川の総合開発が実施され、三重県内では本流に日立ダム、支流の昌連寺川には昌連寺ダムが建設され、大阪府や兵庫県の水がめになっている。三重県最大の多目的ダムは高さは、川上ダム、早朝水容量については、 宮川ダムとなる。建設中のダムは、川上ダムのみであるが、民主党のダム事業見直しの代償になり、三重県、伊賀市そして三重県選出の中井広市国家、公安委員長が反発。中井国家公安委員長は、前原政治国土交通大臣に直接抗議するなど、錯綜したが、最終的に、事業継続と決定した。また長良川川口関は、 公共事業と自然保護の整合性を世に問い、全国的にも話題となった。中止したダム事業としては、伊勢寺川ダムなどがある。滋賀県滋賀県最大の多目的ダム、栄源寺ダム、滋賀県の河川開発は、琵琶湖を抜きに語れない。淀川水系全流域面積の半分以上53%を占める琵琶湖及び流入河川の利水は、 明治時代の琵琶湖疎水に遡り、地水は、瀬田川荒井関建設と瀬田川春節より始まる。戦後爆発的に増大する、関西圏の人口に対処すべく、1962年8月水資源開発促進法による、水資源開発水系に、淀川水系は、利根川水系と共に指定され、琵琶湖の総合開発事業が本格化する。 1972年、琵琶湖総合開発特別措置法が制定され、琵琶湖の治水と利水、及び流入河川の河川総合開発事業が計画された。これに伴い計画、建設されたのが国直轄では、ニューダムやオード川ダム、県営では青ニダムがある。また、大見盆地は、近畿地方有数の国草地帯であるが河川は、天井川で、水量も少なく、 干ばつによる被害は多く、水争いが多発していた。こうした、用水供給を解決するため農林省は、栄源寺ダムや犬神ダムなどの利水専用多目的ダムを建設、灌溉用水を安定供給するに至った。琵琶湖は、河川法、水資源開発促進法により、霞ヶ浦と同様、故障水位調節施設とされ、多目的ダムの扱いを受ける。 滋賀県最大の多目的ダムは、琵琶湖を除外すれば高さ、総貯水容量ともに永元寺ダムである。建設が計画されていた、ニューダムは、加だ幸子滋賀が県知事の登場により建設凍結の方向に動き、最終的に中止となった。新規に計画、建設されている、ダム事業は存在しない。京都府西日本最大の合戦。 淀川本流に建設された天ヶ瀬ダム京都府は、北部を揺ら川、南部を淀川が流れるが、特に、淀川の治水、離水が重要であった。淀川本流に桂川と木津川、鴨川が合流する、県南部は、古くより、水害上周地帯であり、白川方を応して、延暦寺の総兵、サイコロ賭博とともに、鴨川の洪水を悩みにあげているほどであった。 淀川水系の治水が本格的に検討されたのは1953年の台風13号による淀川の大洪水であり、これに対応すべく建設省は淀川水系改修基本計画を策定。淀川本流と木津川支流の名張川に多目的ダムを建設する計画を立てた。これが天ヶ瀬ダムと鉱山ダムである。さらに、伊勢湾台風の被害を機に、 桂川の河川開発が計画され、京都市や大阪市など、淀川流域の人口増加に伴い水資源、開発も、急務となったことから1962年、淀川水系は、水資源開発水系に指定。淀川水系水資源開発基本計画策定に、伴い、桂川本流に多目的ダムが計画された。これが、日吉ダムである。現在点が、 瀬・高山、日吉の三ダムは、淀川の治水及び、関西圏の水亀として、重要な位置を占めている。また、ヶ瀬ダムは、木泉山ダムとの間で、用水発電を行い、関西地方の電力需要にも資している。一方、由良川では、戦前より由良川の治水と舞鶴海軍交渉への、電力供給を目的とした、多目的ダム建設が計画されていたが、 太平洋戦争の激化により中断。戦後相次ぐ水害を受け再度ダム建設が実施された。これが、喧嘩発の多目的ダム、大野ダムであり、反対運動は強かったが、当時の荷長虎造教都府知事が強力に事業を推進、反対派を説得するなどして1961年に完成する。建設省が施行した。 このダムは完成後京都府に管理が移管されている。京都府最大の多目的ダムは高さでは、天ヶ瀬ダム、総貯水容量では、日吉ダムがそれぞれ最大であり、日吉ダムは、事業者と水没予定地、周辺市町村間で、計画的な周辺整備を行った結果、京都府有数の行楽地に成長している。建設中のダムとしては、 国土交通省が天ヶ瀬ダムにバイパストンネル洪水掃きを建設してダム機能を強化する天ヶ瀬ダム再開発事業が存在するがダム事業再検証を積極的に推進した前原政治国土交通大臣のお膝元である京都ではダム事業を見直したい装がない中止したダム事業としては鴨川ダム南丹ダムがあるなお甘瀬ダム建設により 大正時代に建設された関西電力静川ダムが水没、日吉ダム建設に伴い、関西電力関紀ダムが半分以上水没している。大阪府大阪府最大の多目的ダム、滝畑ダム、大阪府は戦後人口が爆発的に増加したことで、住宅地が急増し堤防建設や稼働拡張に着手しづらい状況下であったが、1967年に、 北部を襲った北雪豪雨による被害を機に、多目的ダムによる河川開発を検討した。当時の黒田良一大阪府知事は、淀川水系神崎川の二次支流である相川と、未能川にダムを建設して、治水を強化する方針を立てた。未能川は治水ダムの建設であったが、相川については多目的ダムとして建設し、 地水のほか大阪府北部の上水道供給を行う方針としこれにより愛川ダムが計画された。一方府南部では山和川水系の灌漑用水補給と農地防災を強化するため支流の石川に滝畑ダムを建設し、616年に完成した日本最古のダム、狭山池に地水機能を付加する再開発事業を計画、2001年に完成させた。 また二級河川である大川に放棄ダムを建設する。一方建設省は、淀川本流に、淀川大関を1983年、完成させるが、これは直下流に建設されていた長ら稼働石を撤去する代わりに、淀川大関を建設して、機能を強化。さらに水質汚濁の著しい大阪市内の道頓堀川などに、旧淀川経由で、 河川維持放流を行い水質改善を図る。大阪府最大の多目的ダムは高さ、早貯水容量ともに滝畑ダムである。当初多目的ダムとして計画されていた相川ダムは、水需要減少に伴い規模を縮小。後期も延長したが、橋本徹大阪府知事は、相川ダムの内上水道事業からの撤退を決定しており、今後の事業継続が焦点となっていたが、 最終的に2012年に治水ダムへ変更した上で事業継続となっている。また、淀川大関建設に伴う淡水域拡大により、板センパラの生息数が減少する問題が発生している。中止したダム事業としては建設省が、稲川流域の治水及び上水道供給の強化、そして水質汚濁が深刻な、 稲川の水質改善を目的としたあまり、野川ダムがある。なお滝畑ダムは、大阪府環境農林水産部が管理しており、補助多目的ダムではない。兵庫県兵庫県最大の多目的ダム、黒川ダム、兵庫県には、大小様々な河川が南北を流れるが、明治時代より、沼引五本松ダムなどの上水道専用ダムが、建設され、 神戸市を中心にコンクリートダムが、比較的早期より建設されていたが、河川総合開発も戦前より計画されていた。内務省は、伊保川と稲川に多目的ダムを建設する構想を立てていたが、太平洋戦争で中止となった。戦後伊保川での総合開発が再開され、支流引原川に引き玄ダムが、兵庫県発の多目的ダムとして1957年、 完成する。高度経済成長以後神戸市を中心とした、張馬灘沿岸都市の人口増加と、沿岸工業地帯の拡充は、水道需要の逼迫を招き、さらに農地拡大による、農業用水需要も増大していった。これに対し利水に重点を置いた、河川総合開発が計画され、加古川水系では、農林水産省のドントダム、 大川瀬ダムや建設省の加古川青関、市川水系では、県営の陸のダムや、奥多田両木発電所の上部調整地として、建設された関西電力黒川ダムに、兵庫県企業庁が、利水事業者として参加し、多目的ダム化、向こう側水系には、県営の青のダム、淀川水系では、淀川水系水資源,源開発基本計画の一環として、 水資源開発公団により建設された稲川支流、一子大路地川の一子ダムなど、これらのダムを相互に連携させて、兵庫県南部の水需要に貢献している。また、県西部の畜草川や県北部の沿山川、淡路島の三原川など、各水系の支流にも多目的ダムを建設し、地水と利水をつかさどっている。 2008年に完成した石井ダムは日本で2カ所しかないレクリエーション目的を持つダムの中では西日本で唯一運用されているダムである。兵庫県最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともに市川最上流部に建設された黒川ダムである。建設中のダムとしてはインゲンダムの傘上げなどによる治水能力向上を図る引きンダム再生事業が 行われている。2015年に栗からダムと名称を変更して完成した正規ダムは事業見直し対象となったが事業継続と決定している。中止した多目的ダム事業には向川本流中流部に予定されていた向川ダムがあり反対運動が強く向川流域委員会で議論された末ダム事業見直しの対象となり事業中止が決定した。 このほか洋化ダムなどが事業を中止となっている。なお、昭円帝ではあるが、伊丹市にある、今陽地は731年行期によって建設されたが、洪水調節と灌溉の目的を有しており、日本最古の多目的ダムである。奈良県奈良県最大の多目的ダム、大滝ダム、奈良県は奈良市など県北部の山と盆地に人口と農地が集中するが、古来より、 慢性的な水不足に悩まされており、大和方年前食わずと、揶揄されるほど干ばつ被害が頻発していた。唯一の大河川である大和川も水量は、決して多くなく、農民たちは、県南部の木の川から取水することが、江戸時代よりの300年来の悲願であった。しかし、木の川下流の和歌山県は、奈良県北部への分水を断じて容認せず、 明治以降4度にわたる水利権紛争を引き起こした。戦後 TVA 方式の河川総合開発が導入されたことでにわかに、木の川分水の開発機運が高まり、1949年農林省は、戸塚川木の川総合開発計画を策定する。さらに1951年には、国土総合開発法の制定に伴い木の川、熊野川流域は、 吉野熊野特定地域総合開発計画の対象地域となり、熊野川から木の川に分水し、さらに木の川から山と盆地へ分水する計画が立案された。この計画で、熊野川からの分水を図る猿ヤダムが、建設省により、山と盆地に水を供給する水源として、大葉間ダムと津フロダムが農林省によって建設され、悲願であった、木の川の水が、 大和盆地に供給された。また、淀川水系水資源開発基本計画に基づき、名張川支流の宇田川に室宇ダムが建設され、室宇ダムより大和川へ宇田川分水が供給され、淀川水系の水も利用可能となった。さらに大和川水系の開発も行われ、初瀬ダムや天理ダムが完成し、奈良市、柏原市、天理市など県北部の都市は、 以前より格段に水需要が改善した。一方、木の川は、伊勢湾台風により壊滅的な被害を受け、これを機に、利水優先だった、木の川の開発は、止水重点となり、洪水調節と、上水道供給、水力発電を目的とした、特定多目的ダムの建設が、重要視され、本流に大滝ダムが建設される。奈良県最大の多目的ダムは高さ、 総貯水容量ともに大滝ダムである。1962年の計画発表以来地元で、ある、川上村は、水没個数が399個487世帯と、極めて多いことから、猛烈な反対運動を繰り広げ、本体着工まで29年を費やし、群馬県の八葉ダムに被験する保障交渉の難航を見せた。 さらにダム完成直前に至り地滑りが発生、対策が完了しない限り貯水が不可能であることから、地滑り対策を実施し2013年に全事業が完成したが、計画発表から完成まで51年を費やす長期化ダム事業となった。中止したダム事業としては建設省による熊野川総合開発計画に基づき、計画されたや四日 全木口、北山、大沼、小松、大瀬のダム群がある。地水と灌溉を主目的とした計画だったが、費用対効果が得られず1953年、一斉に中止となった。しかし、計画自体は、熊野川開発全体計画として、電源開発の水力発電計画に継承され、風谷、日津の池原、七色、小森、 坂本の核ダムとして完成している。和歌山県和歌山県で最大の総貯水容量を有する椿山ダム。和歌山県において多目的ダムが建設される契機となったのは、1953年7月17日から7月18日にかけて、県全域を襲った奇襲大水害である。一日雨量500ミリを超える猛烈な豪雨を記録し、和歌山県内で死者。 行方不明者1046名を記録する日本の戦後に発生した集中豪雨では最悪の被害を出した。この災害では、和歌山県内を流れる木の川をはじめ有田川、日高川、引川、小座川、熊野川などすべての河川が過去に例を見ない大洪水を引き起こし、日高川流域だけでも死者298名、負傷者1470名を出している。 この大災害を機に、和歌山県では県内を流れる主要な二級河川に多目的ダムを建設する計画を立案。その第一号として1956年、小座川本流に七川ダムが完成する。続いて、有田川本流に二川ダムが1966年、完成し、日高川に椿山ダムが1988年、完成する。一方、木の川では、 和歌山市の工業地帯拡充、さらに、関西国際空港建設により人口増加が見込まれることから、水資源開発が課題となり、大滝ダムと連携した地水、利水を図るため川口より、約6キロメートル上流に、木の川大関を建設。和歌山市や大阪府船南地域への浄水道、工業用水道供給を図ろうとした。 和歌山県最大の多目的ダムは高さでは、二川ダム、総貯水容量では、椿山ダムがそれぞれ最大。建設中のダムはない。民主党政権によるダム事業見直しの余波を受けた霧目川ダムは、和歌山県が国庫補助が凍結されても建設を進める方針を示し、事業継続となり2015年完成した。 椿山ダムは水没予定地住民の反対運動が激烈で計画から完成まで22年を費やし、補助多目的ダムとしては、初となる水源地域対策特別措置法第9条、投資定ダムとなった。木の川大関では、受益者である大阪府の橋本徹知事が、水余りを理由に、水利権を返上している。中止した多目的ダム事業としては建設省による、 熊野川総合開発計画に基づき計画された、日野木江ダムがある。仮に完成すれば、和歌山県最大の貯水容量を有するダムとなっていたが、費用対効果が見込めず1953年、中止されている。また、木の川支流の金ー川に、国土交通省が計画していた金ー川ダムは、完成すれば、近畿地方で最も高いダムとなる予定であったが、 ダム地点の地質が悪く、掘削による工事費が増大し、通常の河川改修の方が割安になることから、費用対効果の面で中止されている。鳥取県鳥取県で最大の総貯水容量を有する菅沢ダム千代川、天神川、日野川と3本の一級河川が流れる鳥取県では、日野川において最初の河川総合開発計画が実施された。 1951年の国土総合開発法を機に、日野川水系及び中海は、大仙豆も特定地域総合開発計画の対象となり、中海管拓事業に加えて、水力発電と米子市などへの工業用水道、供給を主体とした日、野川流域の河川開発を実施すべく、県によって、中海、 日野川総合開発調査局が設置され調査が行われた。その後日野川が1961年国直轄の河川改修対象に指定されるに及び建設省によって特定多目的ダムによる河川開発が計画された。日野川本流にはダム建設の適地がなく支流の因果川に1968年菅沢ダムが 鳥取県発の多目的ダムとして完成する。その後は県による補助多目的ダム事業が進められ、日野川支流の発祥寺川にガサチダムが建設されたほか、千代川水系発の多目的ダムとして、支流の佐治川に佐治川ダム、二級河川のウツボヤ川に統合ダムが完成。また、鳥取市内を流れる千代川支流、袋川の治水と利水を目的に、 千代川水系唯一の特定多目的ダムである、都のダムが2011年に完成した。鳥取県下最大の多目的ダムは、総貯水容量では、菅沢ダムが、ダムの高さでは、都のダムが最大である。建設、計画中の多目的ダム事業はない。また中止したダム事業としては、天神川支流の鴨川に計画されていたチューブダムがある。このチューブダムでは、 当時の片山義弘鳥取県知事が水没予定地の住民に中止を謝罪、住民本位の地域活性化策をダム中止後も進めると表明。知事を会長とした旧中部ダム予定地地域振興協議会が設置された。ダム事業の中止後水没予定地をどう再生するかについて一つの試金石となっている。なお先の日野川をはじめ千代川は、 天神川いずれにも本流にはダムが存在せず、天神川水系には多目的ダムが全く建設されていない。島根県島根県最大の多目的ダム、小原ダム、島根県では中国地方最大の河川、豪野川において総合開発計画が計画された。1947年経済安定本部が総合開発調査の対象河川として指定されたのを、機に、 地水と考え、及び日本発送電による水力発電計画と連携した水力発電を目的とした河川開発が計画されたが、最終的には島根県内でのダム計画はなくなり、県営事業として二級河川の浜田川本流に浜田ダムが県内発の多目的ダムとして建設され、日川支流の飯梨川にも布のぶダムが建設された。 しかし1965年7月梅雨前線豪雨と1972年7月梅雨前線豪雨、さらに1983年の山陰豪雨によって、県内全域の河川が氾濫し大きな被害を受けたため、日川、河野川だけでなく二級河川である須布川、三隅川、静間川水系の河川開発が検討され、本流や支流に多目的ダムが建設されている。 また慢性的な水不足と水害に悩まされていた、沖戸にも、備電、銚子の多目的ダムが建設されている。県と松江市を流れる日川水系では1972年梅雨前線豪雨で、日川、新事故や隣接する神戸川が氾濫し、松江市内が7日間浸水する大きな被害を機に、日川と神戸川を一体化した。 治水対策が1976年より計画された。この日川、神戸川総合開発事業は上流に小原ダムと、湿見ダム、中流に日川放水路を建設し下流部では、大橋川河道拡張による新事故の排水能力増強を柱としており、日川放水路で日川と連結したことで2008年には二級河川だった、神戸川水系が、 日川水系に編入されて一級河川となった。ひつみダムは2011年、おはらダムは2012年に完成したが、大橋側の河道拡張計画は、沿岸住民や中海を要する下流の鳥取県が反対し、計画は下流部のみ停滞している。島根県最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともに日川本流に建設された、おはらダムである。 試行中のダム事業はないが、喧嘩発の多目的ダムであった、浜田ダムは、再開発事業により、流水型の地水専用ダムに変更された。中止したダム事業としては、戦術の豪の川、総合開発計画で計画された津賀行ダム、ダンバラダムがあり、特に、津賀行ダムは、総貯水容量が5億8千1 0万立方メートルと、完成すれば、 広島県の三次盆地の大半が水没する巨大ダム計画であった。日井川水系でも川出ダムと掛屋ダムが立ち消えとなっている。なお、県西部を流れる一級河川、高津川水系には多目的ダムは全く建設されていない。また八戸ダム建設に伴い直上流に建設されていた発電専用の旧八戸ダムが水没している。 岡山県岡山県最大の多目的ダム、新成和川ダム東から吉井川、旭川、高橋川と3本の大河川が流れる岡山県では、旭川から河川開発が開始された。旭川は、浮田秀家や熊沢万山による河川改修が行われていたが洪水被害が後を絶たず、かつ県と岡山市を貫流することから、 治水対策の必要性が早くから論じられていた。戦後旭川水系の総合開発計画が、県営で進められ、本流上流部に湯原ダム、中流部に旭川ダムが建設された。その後1972年7月梅雨前線豪雨による、計画降水流量を上回る、洪水被害と岡山市の人口増加による水不足を、 木に旭川ダムの機能強化が検討され、1983年には、旭川ダム再開発事業が実施され、治水、浄水道供給機能が強化された。続いて開発されたのが、高橋川水系で、農林省により、小阪部川ダムが、利水専用多目的ダムとして建設されたが高度、経済成長に伴う水島林海工業地帯や、 カサオカ海工業地帯などの拡大で、工業用水道と電力需要が急増。県は、中国電力が施行していた新成岩川ダムに、水道事業者として参加するとともに川本、高瀬川、千谷などのダムを建設して、工業用水と電力供給、並びに高橋川水系の治水対策を強化した。 最後に着手された吉井川水系では1981年、本流中流部に坂根関が完成し、岡山市の水亀として利用され、2004年には本流上流部にトマタダムが完成し、岡山市の保活山市など県東部の水亀として利用されている。また県でも、各河川の支流に補助多目的ダムのほか、黒木ダムなど、 補助事業ではない土地改良関連の多目的ダムを建設している。なお、瀬戸内海沿岸で養殖されている海苔の色落ち防止のため、トマタダムなどでは県の要請による河川維持放流が行われる。県内最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともに新成岩川ダムであり、重力式アーチダムとして日本一の高さを有する。建設。 計画中のダムとして、国土交通省による旭川、中上流ダム再生事業がある。中国地方に、甚大な被害をもたらした、平成30年7月豪雨を契機に、県営ダムである、旭川本流の湯原ダムの、貯水容量配分変更と、旭川ダムの放流設備増設による、治水機能増強を柱としたダム、再開発事業であり、ダム管理者である、 岡山県ではなく国土交通省の直轄事業として施行される。トマタダムは水没個数470個と中国地方では大規模な移転個数となり1972年の計画発表以来9億津町官民一体の反対運動が起こり事業取り消し訴訟も起こるなど完成まで32年を費やす長期化事業となった。また新成岩川ダムでは ダム放流被害訴訟が起こっている。中止したダム事業としては、吉井川本流の吉岡ダムや高橋川本流の報告ダムと、支流小田川の柳原関などがある。なお湯原ダムは、岡山県と中国電力が共同管理を行うダムであり、新成和川ダムや小坂部川ダム、西原ダムは、利水専用の多目的ダムである。広島県アーチダムとして、 日本で2番目の高さを持つ、追イダム広島県において、最初に建設された、多目的ダムは、利水専用では1917年に、旧海軍によって建設された、本城ダム、下水統制事業としては1942年に、完成した二級ダムであるが、これらは、チンジュ府やクレ海軍交渉への利水を目的として、建設されており、広島県の多目的ダム事業は、 軍事都市であった呉市を舞台に始まった。戦後河川総合開発事業による多目的ダム計画がまず、河の川水系で始まり、長谷ダムなど4ダムが計画され1973年、長谷ダムが完成。2006年には、藍塚ダムも完成する。一方県と広島市を流れる大田川では、大田川放水路が、 すでに建設されていたが1972年7月梅雨前線号による被害を機に大田川水系傾向実施基本計画が1974年に建設省によって策定され支流の滝山川にオンイダムが2001年完成する治水事業の一方で中国地方最大の都市として急成長する広島市の水需要が逼迫したことから豪ノ川の端ダムより 中国電力壁発電所を経て大田川に導水、高瀬関より、広島市などに、上水道や、工業用水道を供給する大田川、総合開発事業が、建設省によって実施された。県東部の足田川水系では、福山市など、ビンゴ工業整備特別地域への工業用水、上水道供給を目的に1959年、三河ダム、 1980年、足田川川口関。1997年、八田原ダムが本流に完成する。県西部の山口県境を流れる小瀬川では1964年に小瀬川ダム。1990年に八坂ダムが完成。沼田川などの二級合戦では1968年の無くなダムを川切りに多くの多目的ダムが建設され。 慶イ諸島では、江田島に海軍が建設した参考ダムを再開発して多目的ダムとしている。県内最大の多目的ダムは高さでは、オニーダム、総貯水容量では、八坂ダムがそれぞれ最大。このうちオニーダムは、アーチダムとして、日本で2番目の高さを持ち、保障交渉における地域活性化策の成功により50万人の観光客を集める。 一大観光地に成長した。本庄ダムは、本庄水源地園庭水道施設として、国の重要文化財に指定されている。一方強固な反対運動により、ハイズカダムでは計画発表から完成まで32年、八田原ダムでは24年と事業が長期化している。また、高瀬関では、大田川を遡上するアへの影響が、大田川漁業共同組合などより指摘され、 改善策が行われている。建設中のダムは存在しない。中止したダム事業としては、豪ノ川総合開発計画の一環であった、木やンダムがあり、オニーダムと共に計画されていた吉和豪ダムは、事実上立ち木へとなっている。なお、小瀬川ダムは隣接する山口県との間で、水理権調整がつかず、建設省に施行を委託し、完成後は、 山口県との共同管理体制をとっている。また、八田原ダム建設に伴い、中国電力渦戸川ダムが水没している。山口県日本で最初に完成した多目的ダム、行動ダム、山口県は、青森県と同様に、日本で最初に河川総合開発事業に着手した都道府県である。1940年県下最大の河川である。 錦川上流に、高道ダムが、河川総合開発に基づく、多目的ダムとしては日本で最初に完成、また木屋川、古東川でも多目的ダムの建設が開始された。戦後記事や台風により、近代橋が流出するなど深刻な被害を受けた、錦川は地水、及びスオ灘沿岸の工業地帯に、工業用水や電力を供給する重要な水源に、位置づけられ、 1951年の国土総合開発法による西木川特定地域総合開発計画の対象となった。この計画に沿い本流に関のダムと逆調整地として水越ダム、支流の西美川に西美川ダムが建設される。以後県営事業として阿武川、沢原野川、島田川、末竹川など二級河川に多目的ダムが多数建設された。 一方、一級河川である沢川には1955年に沢川ダム、小瀬川には1964年に小瀬川ダムが、県営事業として完成するが、両河川が、河川法による一級河川に指定され、また、岩国市などの工業地帯の発展による、治水安全度低下や水道需要増大を機に、国直轄の総合開発計画が立てられ、これに伴い島地川ダム、 八坂ダムが建設された。県下最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともに阿武川ダムであり、阿武川ダムは、補助多目的ダムとして、日本屈指の規模を有する。現在建設中のダムとしては、平瀬ダム、大河内川地側ダムと木屋川ダム再開発事業があるが、民主党政権によるダム事業見直しの影響を受けている。 特に平瀬ダムは1973年の計画発表以来37年経過して、ようやく本体工事に取り掛かろうとしており、見直し検討の結果事業は継続となったものの、長期化、ダム事業の一つである。また小瀬川ダムは、小瀬川の水利権をめぐり、林権である広島県と鋭く対立。交渉が不調に終わりダム建設が、 安床に乗り上げたことから国に裁定を求め、結果建設省中国地方建設局が受託施行を行うという異例の事態になった。完成後は山口、広島両県が共同管理する形態をとっており、多目的ダムとしては日本唯一である。中止したダム事業としては、錦川特定地域総合開発計画の一環で、支流佐川に計画された新スダムや、 西ラダム、竹尾ダムがある。なお、山口県内の多目的ダムには日本で最初に、完成した高道ダムやダムの合理化工法である、RCD 工法を世界で最初に採用、施行した島地川ダム、日本屈指のダム本体16.5メートルかさ上げを行った、川上ダムといった、日本のダムの歴史に記されるダムが存在している。 また、阿武川ダム建設に伴い阿武川温泉が発見されている。徳島県徳島県最大の多目的ダム、長安口ダム、徳島県の河川開発は、四国最大の吉野川水系と、県内最大の中川水系で、ほぼ同時に進められた。吉野川では、吉野川総合開発計画に沿って、多目的ダム計画が進められたが、吉野川の観光水利権をめぐり、 徳島県当局が他県への分水に難色を示し、計画は、瞑想を続けた。最終的に、吉野川水系水資源開発基本計画に従い、中流部の旧池田町に池田ダムが建設され、香川用水と吉野川北岸用水の水源として、重要な役割を担っている。また、県北部の阿山山脈を水源とする吉野川支流は、 下流で伏流水となるため汚水の確保に難重していたが、宮城地谷川などに多目的ダムが建設され地水の他考外に供されている。中川水系では1951年の国土総合開発法により、中川特定地域総合開発計画の対象となり、DVA をモデルとした河川開発が検討局により計画。その中心事業として、 県内初の多目的ダムとして長安口ダムが本流に完成した。また、徳島市、小松島市などの工業地帯発展に伴う、工業用水道需要の増大に対処するため、旧吉野川川口関、今切れ川川口関や二級河川である勝浦川に、正木ダムが建設されている。県内最大の多目的ダムは高さ、早朝水容量ともに長安口ダムである。 中川流域は現在でも深刻な水不足と極端な集中豪雨に悩まされており、これに対処するため長安口ダムは2006年より県営ダムから国土交通省に管理が移管され、現在放流機能の強化を中心としたダム、再開発事業が行われている。さらに、長安口ダム上流にある四国電力の証券後のダムに洪水調節目的を持たせるため、 ダム直下に新しいダムを建設する証券ののダム再生事業が国土交通省により進められている。中止したダム事業としては吉野川総合開発計画の中心事業として計画されていた小ぼけダムと岩戸ダム及び両ダム計画を統合した大佐古ダムがありいずれも巨大な貯水容量を有するダム計画であった。また中川水系では 本流最上流部に計画されていた細河内ダムがあり、藤田恵村長を中心とした旧気島村の強固な反対運動により計画が長期化。1996年、第2次橋本内閣の亀井静香建設大臣が建設凍結を発表し2000年中止となった。この細河内ダム中止以降、日本において生域でもあったダム事業の中止が相次ぐようになる。 なお、まさきダムは、水需要低下の理由から1965年より4年間事業休止となっていた。香川県多目的ダムとして、香川県で最大の総貯水容量を有する内場ダム、香川県には大河川がなく、瀬戸内海気候の要因もあって、古くより深刻な水不足に悩まされており、万能池をはじめ帯正しい数のため池が建設されていた。 一方で、大雨が降れば鉄砲水として下流に大きな被害を与えており、地水と灌溉用水の供給が最大の課題となっていた。このような理由から、香川県では、青森県や山口県と時を同じくして、戦前より河川総合開発に着手。1952年に四国発、県内発の多目的ダムとして打ち、バダムが完成する。 その後も、県営事業として、鴨部川や埼玉川など県内の中小二級河川に多目的ダムが建設され、小戸島の小河川にも多目的ダムが建設され、特に1958年に、上水道専用ダムを、かさ上げ再開発して完成した内海ダムは、貯水容量増大を目的に2度目のかさ上げ、再開発事業を実施し、2013年完成した。 1975年には、香川用水が完成し、県下全域の浄水道、灌外用水供給が強化されたが、洪水被害が減少する一方で、未だに、水不足に悩まされている。県内最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともに香川ダムが第一位である。建設中のダムは5名ダム再開発があるが、民主党政権による、 ダム事業見直し対象となっており、5名ダム再開発は、検証が続けられていたが継続となった。中止したダム事業としては、国直轄で計画されていた前の川ダムなどがある。なお、日本唯一の一室見五連マルチプルアーチダムである、法年池ダムは1994年の再開発によって多目的ダムとなったが、その希少性と、 歴史的価値が認められ2006年に国の重要文化財に指定されている。なお、香川県に建設された多目的ダムはすべて二級河川に建設されており、国土交通省直轄ダムは存在しない。また、水力発電を目的とする多目的ダムが存在しない。愛媛県愛媛県最大の多目的ダム。 富里ダム、愛媛県も香川県と同様に慢性的な水不足に悩まされており、肘川以外の河川は流量に乏しく水量が豊富な吉野川、仁淀川水系からの導水が求められていた。県内で手がけられた最初の河川総合開発は銅山川の開発であり、県東部の馬地域は江戸時代より銅山川からの分水を希求していた。 分水に反対する徳島県との協議を経て1954年、柳瀬ダムが、県内初の多目的ダムとして完成し、住民の悲願であった道山川分水が現実化する。その後吉野川水系水資源開発基本計画に、基づき新宮、富里が建設され、道山川分水は強化された。二淀川水系からの分水では、農林省の国営道前、 道後考え排水事業により、二淀川最上流部の、支流、割石川二桃子ダムが建設され、貯水された水は、四国山地を横断し、最上市を流れる中山川に分水され、用水として利用される。肘川水系では建設省により、治水と、水力発電を主目的とした六谷川ダムが1959年、治水に加え、佐田三崎半島、宇和地域への考え、 上水道供給を目的とした野村ダムが1981年本流に完成。県と松山市の水亀として石手川ダムが、重信川水系唯一の多目的ダムとして、建設省の手で完成している。県営事業でも主に、中与、何を地域、大三島の二級河川で地水と水道用水供給を目的とした多目的ダムが建設されている。 愛媛県の河川開発は、同山川分水のように複数の河川を連結し、流路変更する分水事業が特徴的であり、ダムを介して高度な水利用が行われている。愛媛県最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともに富里ダムである。建設中の多目的ダム事業はない。中止したダム事業としては中山線ダムなどがあり、 多目的ダムとして計画されていた山鳥坂ダムは、中予分水事業の中止で地水ダムに変更されている。高知県多目的ダムとして、西日本最大の総貯水容量を有する、サメウラダム。高知県は、徳島、香川、愛媛の各県に比べ水不足の影響は少なく、むしろ台風や、集中豪雨による水害に対処するための地水事業が、主眼となっていた。 最初に手掛けられたのは、物ノ川水系であり、県内初の多目的ダムとして、長瀬ダムが、本流上流部に完成する。続いて吉野川水系上流部が、吉野川総合開発計画や吉野川水系水資源開発基本計画に基づき、開発され、サメウラダムが建設され、四国全域の水亀として、また高地分水事業として、 鏡川の鏡ダム経由で、県と高知市の上水道に利用された。その後に淀川本流に大渡りダムが建設され、に淀川の治水、高知市への利水が強化され、最後に四万十川水系の開発が計画された。四万十川本流にはダム建設の適地がないため、川口付近で合流する支流、中筋川流域が、 開発対象とされ中筋川ダム、横瀬川ダムが建設された。県営事業としては小規模な多目的ダムが2級河川にいくつか建設されている。県内最大の多目的ダムは高さ、総貯水容量ともにサメウラダムであり、西日本最大の貯水容量を有する多目的ダムとして、四国の水需要に貢献しているが昭雨傾向による。 取水制限が2000年以降多発しており、また異常気象に対応する必要が生じた。このため治水機能の向上を図ることを目的に、放流施設の新設や貯水容量の振り替えなどを柱としたサメウラダム再生事業が着手されている。県内で施行中の春園第一和食の2ダム事業は、ダム事業を見直し対象とされたが、すべて事業継続が決定している。 中止したダム事業としては、吉野川総合開発計画で計画された、吉野川本流の四季岩ダムがあり、四国電力穴内川ダムは、当初多目的ダムとして計画されたが、発電専用ダムに変更となっている。なお長瀬ダムは建設省が施行したが完成後、高知県に管理が移管されている。福岡県福岡県で最大の総貯水容量を有する五ヶ山ダム。 福岡県の河川開発は1953年6月に発生した昭和28年西日本水害による壊滅的な被害を機に進められた。筑後川いか県内全域の河川が氾濫にし、県と福岡市をはじめ北九州市、久留米市など県全域の市町村が浸水し、多数の死者と県予算2年分の被害額を出した。県はまず、 筑後地方を流れる矢部川上流に、県内初の多目的ダムである、日向上ダムを1961年に完成させ、続いて恩賀川、今川水系の多目的ダム建設に着手した。一方、九州最大の河川、筑後川水系では、筑後川水系治水基本計画に従い、本流上流部のダム群建設に加え支流での、ダム計画と分水路、 大規模堤防建設を進めていたが、北九州工業地帯の発展や福岡都市圏の人口増加に伴う水需要逼迫を機に、水資源開発も重要な課題となり、筑後川水系水資源開発基本計画が策定され筑後川、恩賀川、矢部川、加瀬川、菊池川を含めた広域水資源開発が計画され筑後大関、江川ダム、寺内ダム、 合わせ所ダムが建設された。しかし1978年の昭和53から54年、福岡市渇水で、福岡市は287日間の給水制限を受けたことからさらなる水資源開発が計画され、県営事業として多々川水系や中川水系において、新規のダム事業や南畑ダム再開発事業が行われた。 県内最大の多目的ダムは高さでは、小石原川ダム、総貯水容量では、五香山ダムである。施行中のダムは存在しない。五香山ダム、小石原川ダム、茨原ダムはいずれも民主党政権によるダム事業見直しの対象となったが、検証の結果すべて事業継続が決定している。中止したダム事業としては、マナコダム、沢田ダムなどがある。 なお、筑後大関をはじめとする、筑後川中川流域の治水事業と同時に見合い以外の生息域壊滅が行われ、長年流域住民を悩ませていた日本、充血急中症が2000年に撲滅されている。佐賀県佐賀県で最大の総貯水容量を有する、加瀬川ダム。佐賀県発の多目的ダムは、加瀬川に1956年完成した北山ダムである。 農林省による国営加瀬川農業水利事業の根幹施設として建設されたものであるが、治水機能は有していない。治水を主目的とした河川総合開発事業は、昭和28年西日本水害を機にまず県北部を流れる有田川で実施され、支流に有田流門の両ダムが建設された。その後、県営事業として松浦川水系、 六角川水系や県内の二級河川で補助多目的ダムが建設されている。一方国直轄の特定多目的ダムとしては松浦、川支流の九浦木川に1986年に完成した九浦木ダムが最初である。佐賀県最大の多目的ダムは高さでは九浦木ダム、総貯水容量は北山ダム下流に2012年完成した加瀬川ダムである。 建設中のダムはない。建設が予定されていた、猿川ダムは2005年の段階で、補助事業としての予算形状が見送られて、凍結状態となり、さらに事業見直し対象ダムに指定され検証の結果、事業を中止となった。加瀬川ダムについては、ダム事業見直し当時より見直し対象にはされていない。上原川ダムについては当初計画では多目的ダムで、あったが、 止水ダムに変更されている。なお、松浦川支流のり立川、日の峰川に建設されている仮立ダムと日の峰ダムについては、2つの合戦をダムで咳止め貯水池を同水路で連結する珍しいダムであり、夫婦ダムとも呼ばれている。長崎県長崎大水害を機に多目的ダムとして、再開発された本川地高部ダム。直下に、急停滞がある。 長崎県の河川は、流路延長、流域面積が小さい河川がほとんどであり、豪雨による洪水と干ばつによる水不足が極端に現れる。河川開発の契機になったのは1957年7月25日の諫早豪雨であり、記録的集中豪雨により、県下で甚大な被害が発生したことから、長崎県では、 群川にかやせダムを建設したのを川切りに、雪、浦川、上浦川、東、大川などで補助多目的ダムが建設された。一方長崎市は、日本初の上水道専用ダムである本川地高、部ダムなど、明治時代より上水道整備を実施していたが、河川流量が乏しく人口増加による水不足が、慢性化していた。このため鹿、小川の鹿尾ダムなど、 新規の水資源開発を進めていたところ1982年7月23日に長崎大水害が発生。長崎市は時間雨量187ミリという記録的豪雨に、成り死者、行方不明者299名、被害額約,約3000億円という壊滅的被害を受けた。この大水害を機に、長崎県では長崎水害緊急ダム事業を計画。 特に被害の大きかった中島川水系にある、本川地工部、本川地底部ダム、西山ダム、浦上ダムの上水道専用ダムに治水機能を有する多目的ダムとして、再開発し、雪浦川と中尾川には、治水に加え再開発4ダムの利水機能を補填するための多目的ダムを建設する方針を立てた。緊急ダム事業のうち本川地高部、西山、 中尾ダムは完成したが、本川地工部と西山ダムについては、旧ダムが土木学会線小土木遺産であることから、解体、水没させず、新ダムの機能を維持しながら旧ダムを保存する方法をとっている。この他域、津島、五島列島の消火線にも多目的ダムが建設されている。長崎県の多目的ダムの特徴としては、地水。 利水問わずすべてのダムに、上水道目的が付与されていることであり、水不足に悩む長崎県の水需要が垣間見える。一方、水力発電目的は、全く有していない。長崎県最大の多目的ダムは、高さではかやせダム、早貯水容量では、上浦ダムであるが、長崎県内の多目的ダムについては、早貯水容量が千万立方メートルを超えるものが、なく、 小規模なダムが多い。建設中のダムとしては、石木ダムと長崎水害緊急ダム事業の浦上ダム、再開発事業があるが、いずれも民主党政権によるダム事業見直しの対象とされた。特に石木ダムについては地水と佐世保市への利水を目的に1973年より計画されたが、地元の反対運動が熾烈であり、 現在本体工事にも着手できない状態となっているが、長崎県はダム事業再検証の末事業継続を決めている。中止したダム事業としては、轟ダムや長崎水害緊急ダム事業の一つで、あった雪浦第二ダムなどがある。なお、海軍第三海軍区佐世保陳寿府が施行した、総統ダムでは、太平洋戦争中捕虜となったアメリカ軍捕虜が、 強制労働に従事させられ、200名中31名が死亡した負の歴史を持つ。熊本県、コンバインダムとして、日本一の高さを有する流門ダム。熊本県は、北から菊池川、白川、緑川、熊川と一級河川が4河川流れ、筑後川水系も一部流れている。治水事業は、加藤清正による白川の改修が知られているが、 台風や梅雨前線による水害は一切ではなく、特に昭和28年西日本水害では、県と熊本市を中心に死者339名、行方不明者198名、被害額約850億円と九州では最悪の被害を出した。このため河川総合開発事業も戦後早期より推進され、1960年、 熊川上流に市房ダムが、喧嘩最初の多目的ダムとして完成する。続いて筑後川支流の杖川に下請ダムが、建設され筑後川水系治水基本計画の、一億をなし、さらに、福岡都市圏の利水を視野に入れた筑後川、水系水資源開発基本計画の一環として、菊池川支流の狭間川に、 流門ダムが建設され、下請けダムとの間で水を融通している。県中央部の緑川では、緑川ダムが本流に建設され、緑川の治水と八代平野への灌溉に、供されている。県営事業としては、県内の二級河川、特に水不足に悩まされている、天草諸島へのダム建設が行われた。熊本県最大のダムは高さでは、流門ダム。 総貯水容量では、緑川ダムであり、龍門ダムは、コンバインダムとして、清し願い寺ダムは、アースダムとして、ダムの高さが、日本最高である。施行中のダムはない。中止したダム事業としては、特定多目的ダム発の地下ダムであった高いうばる地下、浸透ダム、ダム事業見直しの末に中止が決定された7、滝ダムと県営の釈迦堂ダム、高浜ダムなどがある。 また、熊本県におけるダム事業は反対運動が激烈なものが多く多目的ダムとして計画されていた川辺川ダムは1967年より続く反対闘争や流域外からのダム建設の是非が問われ民主党のマニフェストにも掲げられた。流門ダムでは計画発表から完成まで31年を費やす長期化ダム事業となっている。なお、 宇城市にある石田ダム金坊には JR 九州三角線石田ダム駅があるが JR の駅名でダム名がつくのは石田ダム駅が日本唯一である大分県総貯水容量で大分県最大の多目的ダム下請ダム大分県の河川総合開発事業は九州地方で宮崎県に次いで2番目に早く県下最大の河川である 大野川本流に考えと、水力発電を目的にした、桃江ダムが1951年に完成している。その後県内に大きな被害を出した、昭和28年に西日本水害を契機に、大分川水系で河川総合開発が進められ、支流の競り川に競り川ダムが建設され、県南部の五ヶ瀬川水系でも、支流の北川に北川ダムが建設された。 一方、県西部を流れる筑後川水系では、筑後川水系治水基本計画や筑後川水系水資源開発基本計画によって、筑後川本流と支流に多目的ダムの建設計画が進められ、検討の結果松原ダムと下請ダムが建設された。両ダムは1986年にダム再開発事業が行われ、日田市への上水道目的が追加された。 おかわりやけ海の乗り養殖において、色落ちを防止するための河川維持放流が行われる。県北部、ヤバ系で知られる山国川では、北九州市への上水道供給と山国川の治水を目的に本流に、平成多い支流の山う川しに、ヤバ系ダムが建設されている。大分県最大の多目的ダムは、早朝水容量では、下請けダム、高さでは、 赤石川の大仙ダムがそれぞれ県下最大である。建設中のダムは存在しない。七瀬ダムは民主党政権によるダム事業見直しの対象になったが2012年に事業継続が決定されている。中止したダム事業は、筑後川水系では、筑後川本流の癖畑、杖立て、支流くす川の地武田、た、川、大野川水系の大野川と、八田 千原などのダムがある。松原、下請ダムでは、日本最大のダム反対闘争である、八の巣城紛争が、室原智幸らにより13年間続けられ、流血闘争や、法廷闘争を通じ公共事業と、基本的人権の整合性を問うた。宮崎県多目的ダムとして、宮崎県で最大の総貯水容量を有する、岩瀬ダム、宮崎県における、 多目的ダム事業は、九州地方で最も早く行われ、県中部を流れる、小丸川で実施された。本流に松尾ダム、支流の都線に都線ダムが戦争による中断を挟んで、建設され松尾ダムは1951年県内で、最初に完成した。続いて、県と宮崎市を流れる大淀川水系で多目的ダムが、計画され、 大淀川水系最大の支流である本庄川がその対象にまず挙げられた。本庄川本流に両南ダム、支流の両北側に、綾北ダムと小金橋ダムが建設され、綾北ダム上流には、田代八重ダムが1999年完成する。本庄川に続いて岩瀬川が対象になり、1967年に岩瀬ダムが完成した。 五ヶ瀬川水系では、延岡市の地水と朝日火成工場への工業用、水道供給を目的とした、時子ダム、浜砂ダムが、一つ瀬川水系では、支流の美濃川流域に立花ダムが建設された。宮崎県最大の多目的ダムは高さでは、綾北ダム、総貯水容量では、岩瀬ダムがそれぞれ最大。建設中のダムとしては、 岩瀬ダムの治水能力向上を目的とした岩瀬ダム再生事業が国土交通省によって手掛けられている。中止した多目的ダム事業は存在しない。宮崎県の河川は水力発電事業が先行しており小丸川以外の主要河川である耳川、五ヶ瀬川、一瀬川、大淀川では本流に発電用ダムが多数建設されているため、 多目的ダムは存在しない。このため建設消火線局長通達、伊達川発、第178号により上、椎葉ダムと一津瀬ダムは、第一類ダムに指定され、発電専用ダムではあるが治水の責務を有する。また、宮崎県の多目的ダムはすべて県営の補助、多目的ダムであり、国土交通省直轄ダムは存在しない。 鹿児島県鹿児島県最大の多目的ダム、鶴田ダム、鹿児島県では、県内最大の一級河川である川内川で、河川総合開発が最初に手掛けられた。下流に比べ上流部の流域面積が広い、川内川は、台風や、集中豪雨が上流域を襲うと、膨大な洪水は下流へ、一気に押し寄せ、度重なる被害をもたらしていた。建設省は、 川内川の治水対策として、中流の凶作部に多目的ダムを建設して、上流からの洪水を抑え、合わせて、豊富な水量を利用した、水力発電事業を目的に、九州地方発の特定多目的ダムを建設する。これが、鶴田ダムであり、九州最大の重力式、コンクリートダムとして、 また、一般水力発電所として、九州最大級の出力を有する多目的ダムが1966年に完成した。一方、鹿児島県営のダム事業は他県に比べてあまり実施されておらず、万の瀬川本流の川辺ダムなど数は多くない。その中でも、慢性的な水不足に悩む奄美大島や徳之島など離島での利水を主とした。 多目的ダム事業が目につく。県内最大の多目的ダムは、鶴田ダムであるが、2006年の平成18年7月豪雨において、川内川上流は多いところで総雨量が1000ミリを超え、予想を大幅に超えた洪水が、鶴田ダムに流入し洪水調節機能を喪失。下流の薩摩仙台市、薩摩町などが、浸水被害を受けたことから、被害住民より、 ツルダダムの治水ダム化が要望され、国土交通省は、住民との対話集会を経て2007年より、ツルダダム再開発事業に着手。利水容量を、治水容量に振り替え洪水調節機能を増強することになった。建設中のダムや中止した、多目的ダム事業は存在しない。なお、ツルダダムの人造湖である、大ツル湖では、渇水期になると水没した。 旧木発電所の移行を期間限定でで見るることができる沖縄県沖縄県最大の多目的ダム、福地ダム、沖縄県の多目的ダム事業は、1972年の沖縄返還で、沖縄開発庁と沖縄総合事務局が設置された、時より始まる。したがって47都道府県の中では、比較的、新しい時期より、 河川総合開発事業に着手されたが、その方がは、琉球列島前国民政府統治時代の1963年に遡る。アメリカ陸軍工兵隊は、沖縄本島北部を流れる新川川などの河川にダムを建設するマスタープランに着手。さらに、琉球水道公社による上水道用ダム計画が合併し、多目的ダム事業として進められた。 その第1号が、福知ダムと新川ダムであり、沖縄返還によりそれらのダム事業は、日本政府に継承されたが、発足間もない沖縄県は、財政事情がかんばしくなく、大規模な河川開発を行う余裕はなかった。すでに建設省は、沖縄返還以前に調査団を1970年に派遣し、翌1971年に、 積極的な水資源開発財政措置の必要性を報告していた。このため沖縄振興特別措置法第107条に基づき沖縄県の河川は二級河川であっても必要がある場合は河川法第10条の例外規定として建設大臣が河川改修を実施できると定め多目的ダムについても重要な事業については同法第107条第7項 第8項の規定で2級河川に国直轄で建設、管理される多目的ダムは特定多目的ダム法の規定を援用できると定めた。これにより、琉球列島前国民政府より承継された福知ダム、新川ダムと噴川ダムは特定多目的ダムとして施行され、後に完成した安波ダム、ベノキダムとともに沖縄北部河川総合開発事業として進められ、 沖縄本島の重要な水がめとなった。しかし慢性的な水不足が起こる沖縄本島では、取水制限が5ダムの完成後も頻発。このため建設省は、沖縄北西部河川総合開発事業を計画し、倉敷ダム、神田ダム、羽地ダム、そして日本初の台形、CSG ダム試行例である、 金ダムを建設した。このうち沖縄県に管理が移管された倉敷ダムを除いた8ダムは統合管理され、県と那覇市などの水需要に応えている。なお、沖縄県は九州地方整備局の管轄外であり、国が管理する特定多目的ダムについては、沖縄総合事務局が国土交通省より権限以上をされ、管理実務を行う。以上のことから、 福知ダムなど7ダムは、沖縄総合事務局の上部機関である、内閣府直轄ダムではなく、国土交通省直轄ダムである。一方沖縄県でも、ザマミダムを川切りに補助多目的ダムを建設したほか、女村とギノザ村は、村営の利水専用多目的ダムを建設している。沖縄県最大のダムは高さ、総貯水容量ともに福知ダムである。 建設中の多目的ダムは存在しない。中止したダム事業には、白水ダム、雑部ダムなどがある。なお倉敷ダムと、日本最南端の多目的ダムである石垣島の、前里ダムは建設省、農林水産省が施行し、完成後沖縄県へ管理が移管されている。ありがとうございます。